皆さん、またまたこんにちは。カプリです。コメントいただいてましたね。もう見えてますね。もう食べちゃえと思って、市役所の人と、市役所じゃない、市役所の人、あ、市役所だ、の人と話して、ちょっとムカムカしたので、なんかお風呂で撮ってるみたいな、なんかあれですよね。あら、間違えた。また、あれ、これじゃ、皆さんおはようございます、カプリです。あれ、昨日これでアップした、なんかコメントがいっぱい来てたんですけど、こっちに来るのがね、遅いんですよね。コメント、何ですかね。この、こっちに来るのが、コメントが遅いんですよ。ネクサス7の方が早く、コメント返ししようと思ったんですけど、ちょっとできません。これでもいいよっていうコメントとか、なんか、画像が明るくなりましたねとか、そういった感じのコメントでした。ありがとうございます。今日はホワイトチェダーズなんと、なんたらかんたらこんな感じね。うおー、肉が入っとる。ベーコン、チーズ、肉、チーズ、そんな感じです。いただきます。なんもあれないんだ。いただきます。うん、おいしい。これ、うん、玉ねぎも入ってます。うん、おいしい。なんかね、市役所の人に電話をして、その通知を預けるのはどれぐらいなんですかって言ってたら、カプリさんが一人で自炊したり、外に出たり、仕事を見つけて探して仕事をしたりとかした時には、なんかそれは中止できますよねっていう話をして、なんかムカついてね、それに。いつ治るか分かんない病気じゃないですか。でもそんなこと言われてもね、そんなこと言われたってしょうがないじゃないか。これ美味しいですよ。美味しい。うん、だってまだ人と会うのもできない状態でしょ。いつ治るか分かんないのに、辛い。辛いです。私の担当が市役所のね、
24歳の若造なんですよ。融通が効かないの。もう機械的に動いてるの。もうそれに腹って腹立って、じゃどうにかしてやろうかなとか、なんかいい方法がないかなとか考えてくれればいいんですけど、ただこうしなさい、ああしなさい、家計簿つけなさいとか、なんだなあいつ。なんだよ。私の愚痴です。もう6分喋ってる。愚痴だけでね。楽しいクリスマスなのにね。なんか、ほんとお風呂場で喋ってるような感じでしょ。声が響くような。でも早いからいいんです、こっちの方が。音楽もな、何もなく、あっけらかかんとしてるけど、ごめんなさいね。じゃあまた。コメント返しがね、できなかった。こっちで見て、あ、コメントいっぱい来てると思ってたんですよ。で、こっちで見たらまだ入ってないんですよ、コメントが。遅い。遅い。iPhone5 遅い。ということでした。じゃあまたデビューしますね。じゃあね。